こんにちは、アームリンクの堀です。アームリンクでは普段たくさんのお酒を取り扱っているんですけども、今日はそのアームリンクのお酒をご案内したいと思います。さあ、こちらがアームリンクのお酒のコーナーになります。ご覧の通り、日本酒とかビール、ワイン、シードル、さまざまなお酒を取り揃えているんですけども、やはり売れ筋としてはこちらの日本酒、ただ夏場はビールだったりとか、冬場はワインやシードルなんかもよくお買い上げいただいています。で、日本酒、こちらよくお客様の方からどんな味するんですか、辛口ですか、甘口ですか聞かれるんですけども、今日は我々の青森がおすすめするこちら、津軽半島ともう一つ、七力、こちらの味をお届けしたいと思います。はい、さてはまずはこちら七力からご紹介したいと思います。この七力なんですけども、青森市内の7つの酒蔵さんが、7の会というものを作って七戸町の酒蔵さんと共同で開発したお酒ということです。こちらの青系140号、花思いというお米を使って作ったお酒ということになってます。まあ、うちはここまでにして、早速ではいただいてみたいと思います。口の中で甘みのある旨味がですね、ぶわーっと広がるんですけども、まあ、喉越しはなんか辛口という感じで、旨味と辛口のすごいバランスの取れたお酒になっています。続いてはこちら、津軽半島をご紹介したいと思います。こちらは市内5つの酒屋さん、チーム5というチームが作ったお酒で、同じく花思いというお米と、あとは白神山地の伏流水を仕込まれたお酒みたいです。まあ、辛口ということなんですけども、まずはいただいてみます。さすが辛口というだけあって、もガツンとくるんですけども、まあ、その中でもお米の穏やかな香りがこう入ってきて、とてもなんか味わい深いお酒になっています。こちらもおすすめです。はい、これ以上飲んでしまうと大変なことになってしまうので、今日はここまでにしたいと思います。青森区ではこのお酒の他にも、こちらたくさんのお酒やおつまみも取り揃えておりますので、ぜひお好みの日本酒とおつまみ探しに来てください。それでは今日はここまでです。さよなら。